こんにちは、佐藤弘です。今回はですね、ちょっとある企画をやっていきたいと思うんですけれども、これから僕たちちょっと越谷のレイクタウンに行くということで、彼女である日向ゆいに1万円を渡して僕の服をコーディネートしてもらおうと思います。ということでですね、どんな服装になるのか、普段やっぱり男の人のもの分かんないよって言ってるんで、まあ、めちゃくちゃになるか、まあ、いい感じになるか、無難は多分ねないと思うんですけど、どっちか2択だと思うので、で店内はちょっと撮影ができないので、帰ってきたよから動画が始まると思うんですけれども、そこはご了承くださいませ。ということで行ってきたいと思います。はい、ということで帰ってまいりましたってことなんですけど、多分ねこれ日向の方が動画先に上がってると思うんですけれども、僕の方でもやっておりましたということで、じゃあ何か見ていきましょうか。そうだ、もう来てんだこれ。はい、まずこちら1つ目でございます。もう着てるっていうね。これがいくらですか。ビッグスウェットシルエット T シャツ半袖、こちらが790円でございます。安いですね。これはですね、GU で買いました。 GU で次でございます。こちらじゃじゃん、こちらがこれも GU で買いました。2990円のデニムジャケットということで、まあ、この2点がまず GU ですね。でなんですよ。でもう1点あったんですけど、なんかねどこにもないんだよね。どこにもないの。確かに持ってきたはずなんだけど、車の中になくて、部屋にもなくて、どっかの袋の中にも入ってなくて、ほんとわかんないんだけど、それが3000円のフランネル調のシャツが1個ストライプのやつがあったんですけど、どこ行ったんだろうね。ないんだよどこにも。それとあとパンツですね。グレーのチノパンツ、スリムのチノパンツがこちらございます。ユニクロでこれも3000円ぐらいかな。はい、ということで全部合わせてギリギリ9800円ぐらいですかね。3点で、あ、4点かだったんですけど、1点ないんだよどこにも。ということで着回しがちょっとできないんですけど、じゃあ早速スタイリストさんどういう風に着たらいいかだけ教えてください。まずはこちらどうぞ。はい、じゃあスタイリストさん解説お願いします。かわいいですね。やっぱこういう感じが佐藤さんには似合うのかなって感じです。ちょっとプリンでしたね体がどこを意識しましたか。どこを意識したか、まあその人に似合うような洋服を選びました。ありがとうございます。はい、ということでこんな感じでございました。どうですか。いいと思います。ただやっぱりミスったところといえばシャツがなくなったあー、どこはい、ということで今回はですね、彼女に1万円を渡したらどんな服を買ってくるかという企画で、こちら G ジャン、そしてスウェットシャツとグレーのチノストレートパンツですね。あとなんかどっかに行ってしまったネイビーのシャツがございました。男の人の服って難しい。相手が少なすぎる。確かに小物とかあんまりないからね、難しいかも。少ないし、だからどうしてもやっぱこうグレーとかさ黒とかになっちゃいがちなんですけど、この人に合うのがないんだよ。この髪色がね問題なんで、ライダース買おうと思ったんですけど、この厚みがやばすぎて腕がパツパツだった。胸板厚いんだよね。水泳とテニスやってきたから。だからなんか体型に合うものとかがさ、服自体はあるんだけどこの人に似合わなかったんで似合うようなものを買ったっていう感じですね。はい、ってこんな感じでございます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。コンパクトバイバイだったら今。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は右下の登録ボタン、もしくは画面下の登録ボタンからよろしくお願いします。セカンドチャンネルもあるよ。よろしくね。バイバイ。